シオン、リムル様の第一秘書だ。散開。私は鬼なのだよ。だからお前たちが考えているよりも優しくないぞ。その身元、この世から抹消してやる。ホーリーカノン。これが答えか。私が優しく言っているうちにさっさと軍門に下れ。バカめ、一度攻撃を防いだくらいで優位に立ったつもりか。なるべくならお前たちを殺さぬようにと。今なら殴らずに置いてやるし、なんなら特別に私の手料理を振る舞ってやる。お前たちは私を討伐したい。そこで一つ提案なのだが。惑わされるな、もう。なっ、人の話を聞かぬ耳など必要あるまい。今からお前たちの最大の攻撃を私に向けて放ってみろ。耐え切ったら私の勝ちだ。おとなしく私たちの軍門に下るがいい。はっ、レナード、制御は任せるぜ。くらえ、インフェルノフレイム。の軍門に下るがいい。うん、やはり純粋に法則をいじった特殊結界だったな。法則をいじるのは私の得意とするところ。私はな、そんなバカな、自分の望む結果を出せるだと。ありえん、こんな化け物が。なんて降伏する。部下たちには寛大な処遇を。